最初はなんかすごいお風呂とか誘ってきて、時間が経ってなんかちょっともうなんかちょっと親しい感じになったらもう一人でのこのこ行っちゃうような感じで、あの時は初々しかったのに今はこんな感じになっちゃって、最初はもうやっぱ仲良くなりたかったんで、まあ、それ二人の時間を大切にするっていうな。何よ、おねえ、おねえじゃねえよお前、ざけんなお前、おねちゃんって言われて、言われてねえよお前、マジ違う、それはゲームやってる時もなんかちょっと変な声でしたね、出ねえよお前。おねえじゃないですよマジで、お前さ、いやでもそこは仕返しだよ、何よお前、お姉じゃねえお前、またそういう印象になっちゃうじゃん。いいんだよそれで。お姉じゃねえわ。同期がいるってことはなんかまあ良かったですけどね。はい、俺はまあ良かったですけど、逆にまあ俺は無名でこいつはもう有名だったんで、まあ、負けたくないなっていう気持ちでした。嬉しかったですけど同期が入って。それもありますね。結構あるんですよ、なんか。ダッシュするのとか2人の時もあるんですけど、なんかグングングンって先行ったり、やっぱ負けたくないじゃないですか。で俺がちょっとスピード出すとこいつもスピード出すんですよ。だから7割って言っても最終的に10割ぐらいかっつってね、ないあるでしょ。えやばい、こうやってなってこれ負けましたけど今日最悪だった、味悔しかった。あれはあれ、うん、あの最初のシュート打たれると思ってね、飛び込んじゃった悪い癖が出ちゃったんです。いやでもあんだけスペースあればやっぱ攻撃の方が有利ですけどね。全然心配することはないでしょもう負けたくなかったです。まあサッカーやってる以上はやっぱみんな日本代表になりたいと思ってるし、まずはまオリンピック世代なんで、まオリンピックは目指すところでも、まあ、みんなそういうこの世代を思っているところだと思うので、まあ、オリンピックには出たいなと思って、まあ、やっぱ A 代表入ってやっぱり日本国民全員が知っているような勇気を与えられるような選手に成長できればなっていう